ジェニー・オーガスタ・ブランズ・グムはアメリカ合衆国の画家、版画家、イラストレーターである。ペンシルベニア州、ウェイン郡のウネス・デールの農家に生まれた。父親は1840年頃にイギリスから移民としてアメリカに移ってきた人物であるが、母親は1630年にメイフラワー号で入植した家族の末裔で、ジェニーは後に米国独立戦争当時の精神を継承しようと、 する女性団体、ドーターズ・オブ・アメリカン・リボリューションや歴史・継承地保存会の会員として活動した。18歳で父親が亡くなった後、美術の世界で生活するために、1871年にニューヨークに移り、ドイツ出身の画家、ビクター・ネーリクに学び、クーパー女子美術学校を1872年に卒業した。ナショナルアカデミー・オブ・デザインで、 レミュエル・ウィルマースに2年間学んだ後、ウィルマースらが設立したアート・スチューデンツ・リーグ・オブ・ニューヨークに移った。プリマスでの最初の感謝祭に収蔵されている、プリマスでの最初の感謝祭などがある。彼女の作品をもとに多くの複製画やグリーティングカードが販売された。ワシントン DC の国立女性美術館にも作品は展示されている。生涯、結婚しなかった。 1885年にローマで25歳年上のアメリカの画家、ジョージ・ヘンリー・ホールと知り合い、ホールから指導を受け、ニューヨーク州グリーン郡のホールのスタジオで活動し、1913年にホールが亡くなった後、ホールの屋敷を贈られた。ありがとうございます。